今日入団会見を行ったのは広島出身の191センチのスモールフォワード、筑波大学の三谷慶次郎と、愛媛県出身で山梨学院大学のシューティングガード竹内力のこの春大学を卒業する2人です。2人は特別指定選手として出場することが可能で、竹内は12月に加入し得意のスリーポイントシュートを決めています。何より自分が一番成長できる環境が整ってるなっていうのと、自分が長期的に成長できるっていうところを見てくれたところが一番の決め手で、自分が目指しているプレースタイルは辻さんなんですけど、見てほしいプレーはスリーポイントシュートとディフェンスです。まだまだ経験がないんですけど、毎日練習から成長していって、チームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。三谷は南高校時代から注目の選手で、高校3年時と筑波大学3年の去年と特別指定選手として入団していました。この広島ドラゴンフライズを見てプロバスケットボール選手になりたいって思ったきっかけでもあったので、生まれ育ったその町に自分のポスターが乗るっていうのを考えたら、やっぱ感慨深いものもありますし、地元を代表できるようなプレイヤーになりたいと思ってます。自分はオフェンスディフェンスともに体を張ったプレーだったり、スリーポイントシュート、あとはボールプッシュってところでバスケットボールの展開を早くしていくところを強みだと思っているので、ぜひそこを見てもらいたいと思っています。よろしくお願いします。